し、さあ2番の朝日がスーッと前に上がっていく。合わせるように6番の相馬も踏んでいく。残り600の鐘。さあ2番の朝日が前に出たが、2番手がなんとか内側から5番の運のもう一回追いついた。3番手に入ったのが6番の相馬、その後ろに8番の手島という形。残りが1周。さあ3番手から6番相馬がすかさず仕掛けていきます。相馬の仕掛け、2番の朝日も懸命に踏んでいるが、ここは相馬が一旦前に出た。その後ろは3番のススタ、少し離れながらも追走していく。1番の松本のまくりが3番手から2番手に迫ってくるというところは、これは3番ススタのブロック。4コーナーから直線、相馬が先頭、外から3番ススタ、さらに外から7番の北沢と9番の落合、7番の北沢ゴールイン。2着9番の落合です。